皆さんこんにちは。今回は14の新しいアイアン TC544、 このモデルを売ってみました。TC544 です。このアイアン構えた時のね、見え方すごくいいですね。フェースの大きさはまあコンベンショナルなプロモデルに比べると一回り大きいのかなというふうに感じます。ただしネックの短さ、ネックからの流れ、フェース面の平らな感じ、もうどれをとっても非常に素晴らしく構えやすいように見えます。この仕上げの良さからも感じられるように、中間は非常に柔らかいです、ね、素材の良さ、当たった時の柔らかさ、どこに当たってるのかな、どんな球が出るのかな、まあ、その感触が非常に伝わってきますね。一つ注目していただきたいのは、まあ、ネックの長さですね。非常に短く設定されています。ネックが短い分だけ、重心の位置は下がってきます。打ち出しが上がりやすくなりますね。このソールのラウンドしているところですね、この辺の抜けも十分考えられていますね。そこまで大きいヘッドではないので、ラフからの抜けも十分いいと思います。来角も当然調整できます。自分に合った来角に合わせて、選んでいただければ十分高さがあって、かっこよくて優しさもある。アベレージの方から80台を目指す、80台で回ってらっしゃる方には十分に、応えてくれるクラブになっていると思います。